悩んだがあり、あのエルトレッツ選手がフォアボール出した時点でちょっとね、結果的にエルトレッツのフォアボール、松山にもフォアボール、満塁となって堂林に2点タイムリーツーベース、右中間に打たれたところでマウンドを降ります。ルーキーの井上、初勝利を目指し好投を続けていましたが、この7回はその力も少し使い切ってしまったということになりました。ただ1戦目よりも2戦目、次へとつながる内容を見せてくれたというところでしょうか。今日は本当にあの、ピッチングとしては僕はね、良かったと思います。ストレートにも力ありましたしね、あのスライダーでもカーブでもカウント取れましたしね。あとは戦況をこのダグアウトの中で見つめるというルーキーです。マウンドには大原が上がりました。昨日上がってきてすぐ一軍で投げました大原慎二がマウンドで投球練習を行っています。中畑監督が移動のもとに歩み寄って声をかけています。これはもう今堂林選手にね1球目打たれましたけど、はい、まあ、右中間2年前打たれたっていうのは、ただね、フォアボール2つ出した後ですから、これはもうストライク投げざるを得ないんですよ、ピッチャーとしては。はい、でそこをまた逃さなかったっていうのがね、堂林選手が成長してますよね。中畑監督の胸中はどうでしょうか。ルーキーにもう1チーム、お前の成長のためにも託すぞと、いったこう将来への投資ということもあったのかどうか。そうですね。マウンドはルーキーの伊能からこの大原に変わります。昨日2イニング投げまして三者凡退を2イニング続けましたこの大原です。左バッターの阿部のところでマウンドに上がりましたが、その阿部に代わって失礼そのままですね、違いますね、バッター栗原に変わりますね、はい、右バッターの栗原に変わります。場内で阿部と告げられましたが、右バッターの栗原に変わります。阿部に代わって右の栗原を代打で起用というカープです。なおもランナー二塁三塁です。内野の守備位置、そのショートの正面、バックホーム、クロスプレー、キャッチャーの高城がタッチしてアウト、2アウトランナー3塁1塁です。4対1とカープがリードを広げました。フリーカラーはあとはどれだけ調子上げていくか。そうなんですね、はい、カープの打線の中ではこの人ですね、はい。2アウトランナー3塁1塁、バッターは石原です。木村がダイソーに向かいました。栗原に代わってダイソーは木村。2アウトランナー3塁1塁、マウンド上2人目の大原慎二。バッターは石原です。今日2安打の石原、特に2安打目はタイムリーヒット、6回に1点を追いかける形で迎えた中で阿部の同点タイムリーの後に生まれた勝ち越しのタイムリーでした。勝ち越しのタイムリーを放っている石原、あれうまく打ちましたよね。低めのフォークだったと思うんですよね、確かレフトへのタイムリーヒットです、7回にもバッターボックスが回ってきました。ツーアウト三塁一塁、これでツーストライク。
大原は昨日のピッチング非常によく 2イニングを三者凡退に抑えました。中畑監督のもとにもまっすぐもスライダーのキレも戻ってきたという報告があって1軍に上げたという大原。試合が終わった後、中畑監督は大原らしいボールを投げていた、去年にはなかったボールだねということで、この大原の力、キレ、戻ってきたことを昨日の投球で再確認できた監督でした。ツーアウトランナー三塁一塁の場面です。見逃し三振、三球三振できました大原。三球勝負でした。ランナー2人残塁と終わったカープでしたが、7回ルーキー伊能から堂林の2点タイムリーツーベースで4対1とリードを広げています。ここで東京赤坂ニュースバードスタジオからこの時間の最新ニュースを伝えてもらいます。